いや昨日5日の深夜、速報が入ってきましたね。泉健太、立憲民主党代表選挙の推薦に集まったそうですね。おめでとうございます。しかし、これからも大変よ。皆さん、こんにちは。はにゃです。 本日は2024年9月6日ですね。で、この動画では、泉健太がついに立憲代表選挙にチャレンジする権利を得たよ、ということについて眺めておきたいと思いますので、泉健太、3位じゃダメなんだよって思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、本日夜11時半からライブをしてますので、よければコメント欄、固定コメントからどうぞ。では、今回の目次はこちらです。 で、最近のうちのチャンネルの話題は、立憲代表選に現職の泉健太が出馬できるのかということでした。そもそも立憲の規約では、現職の当所属国会議員20人の推薦人を要するということで、これがなかなかのハードル。最近も若手が、 これじゃあ新しい候補が手を挙げられないということで条件緩和を求めたりしてましたがいやいや、すでに決まったことを今回変えることはできないよ。次回以降は考えようねとリアクションするのが泉健太の限界。というか、そりゃそうだわな。 って、実はちょっと前にもこの話題は出てまして、8月20日の岡田幹事長会見では、記者がこんな質問するんですね。すなわち、20人推薦人というハードルが高すぎるのでは岡田幹事長の過去の経験でも大変だったのではなど質問します。これに対して岡田幹事長は、代表選に出るんだから、それくらいの支持が必要なのは当然。岡田さん自身は20人の推薦人を集めることが難しいと感じたことはない。 と、まさに、推薦人を集めるのに苦労している、泉健太への皮肉にも聞こえちゃう回答をしちゃう。まあ、8月7日にすでに今回の代表制のルールは確認したということで、20日の段階で何かできるわけでもなかったわけですが、なかなか泉さんとしては、かだめという感じだったのかもね。 そんな泉さんの推薦人集めにある種の光が出たのは、馬淵議員の代表選出は断念の報道。この際、馬淵さんは江田さんと泉さんのどちらかに協力するという話をしてましたから、あと数人推薦人が足りないとあがいていた泉さんからしたらラッキーですよね。 ただ9月6日の定例記者会見の予約が9月5日の夜に突然消えたんです。それまでは6日の会見で代表選に出るかどうかの可否を発表するという話が出ていたので、あれなんで会見をキャンセルしたのと騒ぎになったのですが、こちらは TBS9 月5日午後11時11分の記事ですが、見出しは。独自、泉健太代表が立憲民主党代表選に出馬へ6日に表明する方針固めるということで、 おついに泉健太、推薦人が揃ったのかと詐欺に。まあ、これと同じ頃にテレビでも同様の速報が流れてましたし、また、泉健太は9月5日午後11時半過ぎに、よし全国の皆様、まずスタート台に立つことができそうです。本当に感謝ですとコメントをして、ああ、ほんまに泉健太は代表戦に出られるのね、ということに。 いやね、その直前の午後9時には、泉健太が情けないことを言ってるぞって詐欺になってたんですよ。すなわち、毎日新聞の記事で、現在泉健太が推薦人を集めるのに苦労してることに触れてる件に対して、毎日新聞の記事、陣営幹部は公表する。泉さんは敵を作らない戦略でこの3年間やってきた。でも、味方もできなかった。確かに私は味方を増やそうとしなかった。 党内の囲い込みよりも多様な価値の意見が出る中で仕事をしたかったからその意味で思い通りの仕事環境を作ることはできたとか言ってるからあれ思い出話を始めたぞいよいよ窮地か泉健太はマジで代表戦断念かというムードが出ていたので定例会見の予約枠が消えた際にもあれこれ代表戦出られないって確定のコメントをするために会見を午後に回すのかもと妄想しましたが泉健太 ちゃんと代表選に出るのね。そんな泉健太、以前から泉健太の再選を支持すると言ってた米山隆一議員を司会に抜擢して9月6日午前10時半から40分くらいの会見をしてましたね。まあ多分ですが元々の会見は立憲民主党の代表としての会見でしたからその場で自分の代表選出馬を話すとなるとこれは党を私物化しているということになりかねないのでそれを避けるために予約枠を消したのかもね。 で、私も会見を一通り見ましたが、まあ、現職が代表に出るということで、別に大した話はしてませんでしたね。こちら、朝日新聞の記事ですが、見出しは、現社長だが挑戦者のつもりで挑む。立憲泉代表が出馬を正式表明となってますね。記事を読むと、立憲民主党の泉健太代表50歳は6日、東京永田町の党本部で記者会見を開き、代表選への立候補を正式に表明した。 出馬の環境は整った。次の総選挙で政権交代を目指す。私はその先頭に立つ。と述べた。泉氏は2021年衆院選の敗北で隕石辞任した枝野氏の後任として代表に就任、立憲単独での政権交代が困難な中、特定の政策に絞って連立を組むミッション型内閣を掲げ、 政治改革や教育の無償化といった政策を軸に国民民主党との連携強化を図ってきた以下略ということでまあ普通のことを言ってるだけまあ現在出馬を表明してる人がベテラン勢だから挑戦者って言葉を使ってるんでしょうしね。 あ,あ、そういえば先日の報道で野田元首相小選挙区で与党に勝てるなら立憲候補お下ろす可能性もというものがありましたが、これは泉氏は批判というか否定してましたね。今まで人生をかけて準備してくれてるのに。 降りてくれとは言えないと。まあ、自分が選んだ総支部長ですし、当たり前と言えば当たり前ですね。野田さんはな、これと同様のことを今年の春に言って、結構炎上してますから、それでも言うということは本気なんだろうな。ちなみに、泉さんが出馬できるようになった要因はまだよくわからないですね。推薦人のリストとかも出てませんから、枝さんとの話し合いの後に泉さんの推薦人が決まったという時系ですから、 江田さんが降りたのかなって話もありましたが、まだ江田さんが代表選を辞退したという話も出てきてない。ただ、西村千なみさんを押してた菅直人グループが、西村さんの出馬辞退に伴い動いてましたよね。菅直人氏は吉田議員の推薦人に。そして実は菅直人グループには杉尾秀也議員もいる。 そしてこちらは杉尾秀也議員の9月6日午前7時53分のツイートですが、党代表選で私も泉さんの推薦人の一人となりました。ここに至るまでには様々な経緯がありましたが、理由はネクストキャビネット大臣として泉さんを支える立場にあることや、泉さんがバランスの取れた党運営を心がけてきたことと、党のガバナンスなどもろもろ熟慮した結果です。ですって。 おー、杉尾が推薦人なのか。まあ、杉尾秀也という人物についてはいろいろ思うところがありますが、ネクストキャビネット大臣として泉健太を支えるという文言は、そのまま解釈すればなるほどって感じもしますけどね。そういえば泉健太のネクストキャビネットって、泉さんを含めて19人で構成されてるんだよね。この中で一体何人が泉健太を推してくれてるんだろうか。 そして実は枝野さんを推してる三口割から一人借りたのではという噂もありますね。仮にそうであるならある意味情けない気もするけど、ある意味何は武士的な気もしないではない。 ただ実はちょっと話が変わるのですが、サンクチュアリにいながら野田さんを応援すると宣言したサンクチュアリー所属の小川淳也議員がグループを脱退したということで、まあ人議を通したとか、実は前回の代表選の時からグループに対して小川議員は不信感を持ってたとかも言われてますが、まあなんというか派閥チックな感じもしないではない。 てか、小川さんの場合は50歳引退説を唱えていたのにまだ議員をしているという意味ではそこまでけじめにこだわった人かは謎ですがまあ、何せよ泉さんの推薦人に話を戻すと一体誰が泉さんを推薦しているのかまさか半ワクチンや原発処理水海洋放出問題で暴走した連中がいっぱい混じってないのかと不安になったりも。 ただこんなある意味話題満載の泉健太会見も今日はそんなに盛り上がってなかったんですよね。理由は単純。総裁選出馬会見を小泉進次郎が午前11時に始めたから。 いずみ会見にぶつける気はなかったのかもしれませんが、いずみさんの出馬がギリギリになったこと。そもそもいずみ会見が午前10時半から始まって、11時には終わってるはずが、記者からの質問に答えて延長したことなどから、テレビではいずみ会見の途中であるにもかかわらず、小泉会見に切り替わったということですね。ネット中継などを見ていても、いずみ会見の同時視聴者数は数百人程度でしたが、小泉会見は1万人を余裕で超える状況で注目度が違います。 泉さんは会見で「負けませんよ」「むしろ勝たせていただく」「小泉進次郎来い」と言いたいとリアクションをしてますが今日のところは「泉さんが乾杯かな」そしてこの小泉会見では首相になれば早期に解散と小泉進次郎氏は断言するなど「まあやっぱり」という感じでしたね。 で、まあ、小泉さんの主張についてはいろいろ話題になってますが、これも話題になってましたね。こちらはデイリーの記事ですが、見出しは、小泉慎次郎氏、知的レベルの低さで恥かく質問に苦笑回答ということで、結構失礼な質問を会見でされたんですよね。ただこれに対して小泉氏は結構うまくリアクションしており、フリーランスの記者から慎次郎議員が総理になった場合、知的レベルの低さから国際会議で恥をかくのではという辛辣な質問が飛んだ。 これに新次郎議員は、苦笑いで、私に足りないところが多くあるのは事実。完璧ではないのも事実。と切り出し、だが、足りないのを補ってくれる最高のチームを作ります。各国のリーダーと向かい合う覚悟はあると思っています。と断言だ。質問者の名前を改めて確認、記者の名前を呼び、 このようなご指摘を受けたことを肝に銘じて、あいつ、マシになったなと思っていただけるように、と笑顔で返した、とやり取りをしてますね。ちなみにここで名乗ったのが、フリーランスの田中竜作記者だったもので、一瞬フリーランスの田中がトレンド入りしたり、 まあ、あえて失礼なことを言って、あえて怒らせて、本音を引き出したり、失言を引き出すってのは、記者にあるパターンの一つですし、それだったのかもしれませんが、むしろ今回は、田中記者の失礼な態度と、新次郎の名前まで聞き出すといううまい返しに、評価は新次郎に集まったという感じですからね。松原仁議員なんかも、批判的精神と悪口は全く別物です。ジャーナリズムは人格を叩くための棍棒ではないなど、記者の態度に対して批判をしてますね。 でまあ何にせよ自民党の総裁選はまだまだ誰が出るのかわからない状況なのかな自民党の方の野田聖子議員もなんか出馬表明会見をするとか言ってますが推薦人は集まってないって言われてますしね。 加藤議員も会見をするようですね。加藤さんは集まったのかしらそうそう、一部で話題の青山議員はこんな怒りコメントをしてますね。私の推薦人になる意思を明示していた自由民主党現職議員が、青山さんの会見の後に NHK が一覧表に入れなかったので、青山さんは何かの事情で降りたと思った。 そこで推薦人になるよう何度も促されていた候補者の誘いを受け入れると回答してしまったと述べ、似た例がいくつも発生しました。ですって。ああ、推薦人を集めるのに苦労されてるんだろうし、マスコミが自分を軽く扱ってることについて不満があるのはわかりますが、ぶっちゃけ、ここで書かれてる議員の言い訳は嘘じゃないかな。青山さんが嘘を言ってるという意味じゃなく、議員が嘘を言ってるんじゃないかな。 そんな、テレビで青山さんの名前がなかったから代表を降りてしまったと思って他の人の推薦人になっちゃったとか、小学生の宿題忘れた時の言い訳じゃあるまいし、ねまあ、自民党の総裁選告示まではまだ時間が少しありますから、まだ誰が出るか予断を許さない状況でしょうね。それに対して立憲の代表選はいよいよ明日告示日です。 明日午前に共同記者会見もするということで、果たしてそこに野田、枝野、泉以外の誰かがいるのか、それともこの3人だけなのか、まだ泉さんをいじれることに少しの喜びを感じつつ、おそらく立憲代表選を一番報じてる俺って偉いなと自画自賛したくなるわけですが、皆さんも褒めてくださりますよね。皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。まあ、ここまで見てるんだからね、興味あるんでしょうね。 またね、まあ、ちょっと杉尾議員のことを褒めた気もしますけども、そんな杉尾議員がとんでも発言をした、まあ、大臣の、ね、外遊についてバカにしてるんだけども、それは民主党時代に外遊先でエステの予約をしてたりね、まあ、そういうことを現在もね、立憲にいる議員がはちゃめちゃなことをしてたことが原因じゃないのかっていうね、まあ、立憲の外遊って遊びだよねっていうことを指摘した動画はこちら側に。また、田中隆作記者の件に関してはね、最近も一回取り上げたことあるんですよ。 東京都知事選で蓮舫議員が令和新選組からの応援を受けたみたいな話があってねああこれはすごいねってことで情報提供しようと思ったら実はね それが嘘だったっていうことで、デマじゃねえかっていうね、オチが待ってる動画をこちら側に。また、私がね、泉健太の推薦人に名前が載ってほしくない人ナンバーワンとして心に浮かんでいるのが原口議員なんですけども、その原口議員のね、最近の話題についてこちら側にご用意してますので、ご存知ない話がある方はね、ぜひともチェックしてください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。高評価ボタンはね、くれぐれも奇数かのチェックでお願いしますね。では、次の動画、本日のライブなどでお会いしましょう。バイバイ。